こんなことやってるってすごくない、ね、すごい結構感動したんだけど、今まで行った城の中で一番あの観光向けかも。うん、観光向けだけだし、珍しい壁だし。水巻ソフトが緑色になってる。でも、あそこは黒だな。白しかないじゃん。え、紫とかあるじゃん。紫あるよ。紫鎌倉にある。ね。来た。ついに来ました。じゃーん。見てろよ、登ってやるから。違う。え、そっからでしょ。そっからそっから。崖登って。登れそうだよね、登れたら。登っちゃって。登っちゃって。調子に乗っちゃって。調子に乗っちゃう。これだよ。登っちゃって、図に乗っちゃって。図に乗っちゃって。頭から落ちちゃって。行っちゃって。乗っちゃって。行っちゃって。やばいね。行っちゃってるよ。ピュア歌いながら死んじゃって。ダイエーダイエーそこまで歌えないと思う。それまで落下してる。現代の建物がくっついちゃってる。あれエレベーターだよ。あーそうなんだ。なんかいろいろやってるねここすごい。大人気になってるよ皆さんは。あちらに。いやでもある程度あれだね、ある程度じゃない、全然勉強してないとあんなことは言えないよね。言えないね、分かってるねちゃんとね、うん、もう自分なりきんないと無理だよあれはね。うん、東京よく分からんが江戸って分かってんじゃん分かってんじゃん江戸のことかすごいよね。観光カーだ。秀吉一番好きなんだよね。もし大悟伝えればよかったかなちゃんとちっちゃい人がやってて理想通りだった。猿っぽかったしね。猿っぽかったね。ここ撮影禁止かな。もう天守閣でございます。ブーってなったかもしれない。え、でもすごいね、ちゃんと小田原城の時にさ、うん、拙者の敵やなって言ってたもん ね。それがすごいなって思ったの。それで誰だっけなって思った。あ、見てこの中身も綺麗だよ。シャチホコのほら、うわぁ、きつい。キンキラキン、このね、逆側が見れる。ケツの穴。何？いや、見上げてるとこ撮れるかなと思ったらもう下向いてたから。下向いちゃった。首がちょっと置いた、うわあったかい。でもさ、一回ずつ見ていきたいんだったらさ、ちゃんとそこ手紙の方がいいよね。どうやって行くの？階段で上に。方向は？こっちに。階段上り。こっち。これ屋根と同じ大きさだって。ここに上り。あ、そうなんだ。これがそうなんだ。うん、本物の大きさと同じ大きさの石膏で作ったものに金粉を塗ったものですけど。なんで黒いの？なんか意味ある？なんかあるんじゃない？うん、確かに意味があった気がする。どっか書いてんじゃない？ちょっと邪魔だな。こっちから行く？登り。なんか家紋みたいなの書いてある。やっぱ井戸だ。お風呂とか行っちゃったじゃん。加藤清正の、普段使う水として使われていたものです。歴史を感じます。すごいね。いざ地上へ前です。昔焼けちゃった。うん、あ、そうなんだ。で、なんかもう一回作り直したのが家康、違う、徳川家からだった。
誰が最初ですか。この徳川義信。無名から言っとく？てか案内にいろんな国の言葉が大きいだし、ほら名があるじゃん。本当だ、読めないけど。ドイシン。これ入れ替えても多分誰も気づかないだろうね。超オタクとかわかるんじゃん。無名。これボムが見えた。実際これで切られるんでしょ？これで何すごい時代だよね。あ、こっち刀があったよ、ほら。でも脇じゃない。無名よく有名なやつとかあるじゃん、なんかさ刀の名前でさ、あの持つところがなくなっちゃってるってことだよね。なくなって取ってるんじゃないの。そうじゃないの、ボロボロになっちゃう。絵を付け替える、このここの唾持ってる部分。あ、唾だ。あれのところでしょ。あれの先の手前だよね。南蛮線って星降りになってるのが今キロさんとか言ってる。さあ本番。本番。マリナの鬼瓦。鬼瓦です。可愛い。ですって。久々にやったから全然わからない。この時ノーコメント。ごめん。ちょっと待って。より原型に近い鬼瓦。これ前に開けちゃったけど残ったもの。でもあの春日の鬼瓦関係ないよね。関係ないよ。人とかないよ。あそこ人入ってる。